しょうちゃん、しょうちゃんです。おいで、おいで、はじめさん、はい、漢字今日はですね、皆さんこちら漢字のドリルからね、プリント5枚、うん、全部で40問あります、うん、おで小学6年生の漢字、こちら5枚全員今日テストやります。で、20分間でテストやって終わったら答え合わせします。よくあの学校であるじゃあ隣の人交換して、あー、で隣がね、好きなことだったらね、ちょっとサービスしちゃうみたいな。あ、やったんだ、やったやったんだ。あの、でですね、これちゃんと罰ゲームあります。今回ビリの人にはね、漢字の後1冊分やってもらいます。こちらのドリルはね、好きなところ、うん、ちゃんと振り仮名も振れよ。まあ、ということでね、早速漢字解いていきたいと思います。よし、それでは、いきます。じゃあすいません、ちょっと背中向けます。いくよ、じゃあ、よーい、スタート。はい、いただきます。いただきます。いただきます。わかんの？マジで？俺もわかんないな。全然わかんない。あー、学校思い出す、これ。さあ、俺こんなできなかった。うわー、これよし、行こう。よし、行こう。もう行くか。わからん。終わりー。じゃあ、隣の人と交換してください。翔ちゃんのやるって一番面白いんだよ。それでは、丸付けしていきたいと思います。はい、はい。やだ、やだ。それでは、結果発表でございます。はい、では、僕が採点したのは翔ちゃんです。翔ちゃんは、40問中、34点。うわー、安定してる。いや、1位やっぱり。でも、小学6年まあまあ、そこはね、1位は。次、じゃあ僕が発表します。はい、僕が採点したのは、はやてくんです。はい、はやてくんやってると思うんだよね、マジで。思った以上に。40問中、28点です。おー、いや、俺やばいぞ。やっぱ俺とこいつなんだ。じゃあ次は、えびくんから。いやー、これはやて面白いな。じゃあ、たくくんの点数、40問中22点。おー、でもやべー、怖い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 。12。いきますか。はい、エビくんの点数、はい、40問中24点。うわー、うわー、危ねー、危ねー。うわー、マジ焦った。俺ここ1年ぐらいの動画で一番焦ったかも。風を切って走ってゆく学生あるある。取れた、ね、で、皆さん気になると思うんですけど、珍回答とかいろいろあったと思うんで、じゃあ俺からお願いします。これじゃないの？あ、でもこれ未亡人。あ、まあ未亡人はちょっとこれは面白いですね。ちょっとあのね、意味合いがちょっと意味合いがちょっと違うなっていうのは。まあ可愛いもんだよ。まあ、まあ、忠実をなんで充実って書いてらっしゃる。ちょーちゃんはまあ OK です。まあ OK じゃないけど、はやてくんはね、やってるけど、まあこのページはそうでもなかった。あれでも一番書かないのがダメなやつ。書かないのよ。お前それやばい。これ欲しかったね、発揮。何シシ、あのシシって何シシ、これもザ・チン回答。指揮者ね、なんか輝いちゃってた。輝いちゃって、輝いて欲しかったから。あんまチンってほどチンやってないよね。そう、あのこの子もミスです。俺チン多い。これ艦長満潮。艦長満潮。これ何満潮。意味が逆だから。満潮で岩見えるはやばいやろ。公衆、公衆って交わっちゃったね。交わって回っちゃってる。仕切ったね。仕切っちゃった。分かんなくはない。仕切って仕切ったね。まあでもやっぱりあれじゃない、学生の間違いぐらい。そうだね。次ですよ、面白いの。絶対次です。言うて点数2点しか変わってねえけど。いやいやいや、あの間違いない。まず1問目って言うの。これ書いてるんだよ。布団を干す幅前代未聞だよ、これ。こっちが艦長溶けてるのにもかかわらずね、どうしたってなるよね、これ。これよくあるタレがね、一本多いやつね、土になっちゃったやつ。絶対やっちゃうやつね。あの学校で中学の先生によく言われましたよ。まあ、方針点はないの。これだね、方針。方針初めの方針通り滑る。あの問題起こってもってもうね、最初からあれだよね。起きる前からもう。もうこれよな。しきき、しききって何がどうしたのよ。え、これもあるあるじゃない？初めて見たよ。もしだよ、もしだよ。これの問題がこうカッコだったら。
好きって書きなさいって、ね、どうしても出ねえけど絶対違うかなってあと勢いで書いちゃってこう書いちゃうならわかるけど、うん、マスだってこれはわかる詩だけだよって教えてくれてるのに関わらずね、歌詞これ惜しいね、まあ、意味合い的にね、あの歌の方になっちゃったの、うん、今日これ歌歌だなあ、むずいよね危ねえ頑張ってください。ああ1ヶ月、まあ1ヶ月だからよっしゃ1日2ページぐらいあれば終わり。いや1週間ぐらいで終わらせちゃえばいいじゃん、うん、夏休みの。でも俺こういうの終わらせるの得意な人すぐやっちゃうタイプ。あ、すげえ字汚いですけど僕知ってます